皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋玲奈です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。今日もですね、コメントにお答えしていきたいと思います。 HPV 9価ワクチン承認の動画についたコメントです。読ませていただきます。伊藤遥さん、22歳です。中学生の時に公費で接種しました。9価も接種したいと思っています。17歳の時に子宮頸がん検診で軽度の異常が見られるクラス 3A という診断を受け、今も検診を続けています。その間診断が変わったことはほとんどありませんでした。ずっとがんに進行しないか怯えています。ワクチン打ったのにどうしてと思っていましたが、理解することができました。子宮体がんの検査もしたいのですが、すごく痛いと聞いて怖くてできていません。子宮体がん、子宮体がん検査についても気になるのでお話聞けたらと思います、ということです。伊藤さん、ご質問ありがとうございます。ということで、今日は子宮体がんの検査についてお話をさせていただこうと思います。私の動画を見てくださっている方は分かる方が多いと思うんですけれども、子宮のフィギュアを登場させたいと思います。子宮がんっていうのは子宮頸がんと子宮体がんに分かれています。子宮頸がんっていうのはこの子宮の出口のがんですね。体がんというのはもっと奥の方の子宮体部にできるがんを子宮体がんというふうに言います。それには子宮内膜由来の子宮内膜がんとその他の部分が悪性化した子宮肉腫に分かれますが、子宮肉腫っていうのは比較的稀なんですね。一般的に子宮体がんの検査っていうのは、先ほど言った子宮内膜がんを診断するような検査になります。ここで子宮頸がんの検査どういうふうにするかっていうおさらいなんですけれども、子宮頸がんっていうのはこの膣のところからブラシとかを入れてコツンと当たる子宮膣部っていうところの細胞を取るのが子宮頸がんの検査です。で、子宮体がんの検査っていうのはその奥の方にまで検査の器具を入れるので、子宮頸がんの検査っていうのは基本的に痛みがないんですよ。リラックスしてもらえれば痛みがないんです。まあ、ただ膣にクスコっていう機械を入れることによってそれが痛いっていう人はいるんですけど、子宮の出口の細胞を取ること自体はそんなに痛くはないと思います。ただ子宮体がんの検査っていうのは先ほどの子宮頸がんのところよりも奥の方に機械を入れますので、ちょっと下腹部の違和感とか痛みがあることが多いです。で、場合によっては膣とかにあるような雑菌を中に子宮の中に入れてしまうことになりますので、そこから感染を起こしてしまったりすることもあるんですね。なので基本的に子宮体がんの検診っていうのはあまりルーチンでするものではないかなと思っています。で、実際これは婦人科腫瘍学会という学会があるんですけれども、そこでも子宮体がんの検診についてしっかり書かれていますので、ちょっと今日はそれを紹介させていただこうと思います。その婦人科腫瘍学会の子宮体がんの検診に関する声明は概要欄に URL で貼っておきますので、よろしかったら後でご覧ください。検診の有効性というところですね。子宮体がんは検診対象疾患として有効性が証明されていません。これはですね、厚生労働省でもそうなんですよ。例えば子宮頸がん検診は20歳以上の方に2年に1遍推奨はされてるんですけど、特に子宮体がんの検診とかって推奨はされていないんですね。子宮体がんは子宮頸がん検診の際に不正出血などの症状がある方に精密検査を受けてもらい早期発見に努めていますということです。要は不正出血がなければ特に推奨されているものではないということです。ちなみに卵巣がんに関しても書かれているんですけれども、卵巣がんも検診としては確立されていませんが、大きい腫瘍であれば子宮頸がん検診の際の内診で発見されることもあります。あとは今まで私も動画で経膣超音波検査の動画を上げたことがありますけれども、経膣超音波検査で発見できることもあります。で、子宮体がんに関する検査というところなんですけれども、子宮体がん検診は1988年に老人保護法に取り入れて以来、内膜細胞診を用いて行われてきましたが、で、この内膜細胞診っていうのはさっき言ったように子宮の出口から機械を入れて子宮の奥の方の検査をすることを内膜細胞診っていうふうに言います。行われてきましたが、有効性に関しては証明されていません。現在では子宮体がん検診は子宮体がんの後期検群、最近6ヶ月以内に不正性器出血、月経異常及び褐色体毛のいずれかの症状を有していたことが判明した女性の方に医療機関への受診を勧め、医療機関で早期診断のための内診、超音波画像検査、子宮内膜細胞診、子宮内膜組織診などを受けていただくことを推奨しています。一部の地域では子宮頸がん検診の際に後期検群の中で希望する方のみに子宮内膜細胞診を施行している場合もあります。
ということです。ここにもしっかり書かれているんですけれども、特に子宮体がんの検診はルーチンで推奨されているものではないんですけれども、ただし症状として最近6ヶ月以内に不正性器出血があったとか、月経異常とか、織物が茶色っぽいとか、何かそういうようなちょっと異変があるような症状がある場合には、医療機関の受診を進めて、まあ、いろいろ診察することを進めているということですね。なのでご質問いただいた伊藤さん、まだ22歳ですし、特に不正出血があるというわけでなければ、特に子宮体がんの検査をする必要はないかなと思います。あとはですね、定期的に子宮頸がんの検査多分されてると思うんですけども、婦人科で多分超音波検査ってやってると思うんですよね。その経血の超音波検査とかで子宮の内膜っていうところがすごく分厚くなってたりとか、ちょっと不正って言って綺麗じゃないような状態でエコーの画像が映ってなければ、まあ、特に子宮体がんの検査をやらなきゃいけないっていう状況ではないかなと思います。やっぱりちょっと子宮体がんの検査って子宮頸がんの検査よりも奥に機械を入れるので痛いっていうのもありますし、あとはばい菌を子宮の中に押し込んでしまって、そこから感染の原因になってしまったりすることがあるので、先ほども言ったように何か症状があるとか超音波検査で異常が見られるっていう方はやっぱりやった方がいいと思うんですけど、特にそういう症状がないっていうのであればする必要はないかなというふうに思います。結構何も症状がないのに毎年ルーチン的に受けてらっしゃる人もいるんですけれども、その場合は子宮頸がんの検診は定期的にやっていただきたいんですけれども、もし心配であればその時に超音波検査とかをして卵巣が異常ないか見たり、子宮体がんの時とかは子宮内膜って言って子宮の内側にある膜が分厚くなったり不正になったりしますので、そういうのを見ていただいて症状がなくてそういうのも異常なければ、まあ、ルーチンで受ける必要はないかなと思います。まあ、ただし先ほども言ったように不正性器出血とか、あとは心配なのが閉経後の出血ですね。閉経したのに生理が来たって思っちゃってる人とかもいるんですけれども、基本的に丸々1年間生理がなければ閉経というふうに考えていただいて、それから出血があった場合には不正性器出血というふうに考えてもらいたいんですね。なので生理がしばらくなかったのにまた出血が出てしまったとか、生理不順がなんかおかしいとか、そういった場合には子宮体がんの検査をぜひ受けていただきたいなと思います。その時はですね、まあ、確かに子宮頸がんの検診に比べるとちょっと痛い検査だったり、お腹押されてるような感じがあるかもしれないですけれども、まあ、通常数分で終わります。何かあった時にはやっぱり手術しなきゃいけないという状態になってしまうかもしれないので、本当に検診は数分で終わりますので、ぜひ受けていただきたいなと思います。まあ、ただ何かわからなければ、これって体がんの検査した方がいいんですかとか、わからない場合にはぜひ産婦人科受診していただいて聞いていただいて、まあ、心の準備できてから次の診察の時に検査でも大丈夫なので、とりあえず相談していただくのでもいいんじゃないかなと思います。お答えになったでしょうか。私もですね、子宮体がんの検査やったことありません。子宮頸がん検診はちゃんと定期的に受けてますけれども、子宮体がんの検査は特に不正出血もあるわけでもないですし、超音波検査で異常があるわけでもないので一度も受けたことがありません。なので皆さんもルーチンで受けなくてもいいってことを知っていただいて、何か症状があればぜひ産婦人科を受診するようにしてください。本日はこの辺で終わりにします。今日の動画が役に立ったなという方は評価お願いします。コメントもお待ちしております。それでは産婦人科医の高橋れなでした。またねー。